はい、皆さんこんにちは。まあ、いつもね、新しい新車をご紹介することが多いんですけど、今日はね、逆にレトロなトラックをご紹介していきたいと思います。こちらはこのスーパードルフィンプロフィアという、まあ、お車なんですけれども、平成14年式になるんで、まあまあ、ほぼほぼ最終型のプロフィアのもう、ほんと元祖みたいな感じですよね。ちょっとこれをね、パッパッパッと、まあ、外装内装見ていければなと思います。こちら、まあ、見た感じは、まあ、グリル、バンパーともにこうメッキなんですけれども、この年式の車っていうのはこれね、ガラスのヘッドライトなんですよね。こうディスチャージライトになり始めの頃っていうんですかね、HID に。のこういうガラスヘッドライトがついておりまして、トラックって感じですよね。まあそれと同封板がついてると。ね、そういった形になっております。最終型だからかなんかわかんないですけど、このショートキャブなんですよね。多分ね、あんまりこう古い車だとショートキャブって設定なかったかと思うんですけど、まあこの車はショートキャブにございます。で、こちら助手席なんかもこう窓がね、こう横開きになるっていう、なかなか今ではない感じですね。低床四軸なんで、まあこちらは FW っていうね、型式になります。昔これの初期のやつなんかだとこの一軸目だけがねすごい大きいものになってたりしたんですけど、やっぱり最終型なんでね、今の低床四軸車はそんなに変わらないようなね設計ですね。これ箱はパブコ製のねウイングになっておりまして、このコルゲートパネルっていうこのね波板のパネルになっております。まあ昔はねこういうの多いですよね。でウイングキャッチなんか見るとちょっとやっぱ今と違うなと思うんですけど、こういったね煽りの部分が2段階になってたりとか、でまあ作りもねこういうスプリングがもうね丸見えになってるっていうね、まあこういったウィングキャッチになっております。まあタンクはねダブルタンクですね。こちら何リッターなんだろうな、でも大きさからすると300-300ですかね。300-300-600ですね。ちゃんとこう中柱も一緒に倒れるタイプになってるんで、箱はまあ当時としては結構画期的なんですかね。あとはこうサイドガードがこうスチールのね昔ながらの、今もこういうのないですもんね、あまりね、こういったサイドガードになっております。でエアサスはこの当時でも4バックエアサスなんで、まあ定常でもね4バックつくんですよね。この当時日野はね、不走なんか未だにね2バックなんで、ある程度前の車でも4バックと、ちょっとこう形状は違うのかもしれないですけどね、4バックのこういったサスペンションがついてて、でまあリアもこうオーバーハングにもこうサイドガードがついてるよという感じですね。まあ後ろもこの門口が小さいタイプですね、これなんで、どちらかというと横の方が面積取れる、門口は小さめで、まあウイング開けた時に要はこうフレームがねウイング側優先になってるんですね。なんで開口部がウイング側の方が広いっていう、そういったね仕様になっております。ロックバーがね4本っていうところと、こうねウイングのボタンがあるんですけど、左ウイングと赤い方にこれターンオーバーってあるんですけどね、もしやターンオーバーウイングかっていうね、丸安さんとヤマドボディさんかなで、ターンオーバーウイング過去に入れさせていただいてるんですけれども、まあそれなのかと思ってちょっとやってみたんですけど、どこでこのスイッチを使うのかねちょっとわからなかったですね。まあこのセンターバーがね動くような感じの作りではないんですよね。でまあ積載はこれ12トン800ですかね、取れております。ねこの手の型のプロフィアにしてはまあ画期的な積載量を誇る、ね、そういった車になってます。あとどうだろうな、まあまあでもそんなに遜色ないですよね。ウィングキャッチがちょっと違うぐらいで、まあまあ当然マフラーカバーとかねそういったものもない時代の車ですね。フロントはリーフサスになっております。はい、それではねちょっと内装紹介していきたいと思います。まあ、現行型とどんなところが違うのかというところを見ていきたいんですけれども、まずですねメーターパネル、ここねこのスピードメーターのところにこの紙チャート入れられるようになってたりとか、まあ、あとこの辺はね方軸調で、これがフォグランプで、こちらオートクルーズついてるんですね。ウインカーとオートクルーズで、まあこの辺のねスイッチも同じですけど、このね窓ガラスがこれねこっちが横に開くっていうね電動で、はい、あとまあまあ下回りなんかはこうエアサスのね多分スイッチですね、オンストップってなってますんで、これなんですかね、これちょっとわからないですけど、これエアサスのスイッチですね。例えば今これエアサスねモードにするとここがねピカピカ光るようになってたりとかで、多分これでねアップダウンができます。こういう感じでねできるようになっております。でこれを多分切ると定位置に勝手に戻ると、でメモリー付きになってたりとか、こちらエアコン関係ですけど、まあ通常のマニュアルエアコンですね。これコールドスタート、これクルーズのメインスイッチで、アイドルアップ回転をちょっとね高めたりとかで、あとこれ車幅灯と車高灯と、あとデフロックですね。でウィングのメインスイッチで、こちらハザードがここについてるタイプ、リターだとね排気と
入れられるようになって、でワイパーも調整式ですね。でこちらなんかはスイッチ類で、アサスのそのね上げ下げとヒーターミラーと、これはミラーの格納ですね。チークって何ですかね、ちょっと分かりかねますけど、まあ、そういったスイッチとか、まあ、各種収納がねこういうとこついてたりとかで、後ろはねショートキャブなんで、まあ、こんな感じの作りになっております。でちゃんとねラウンドカーテンもついてまして、でここからちょっといきましょう。これが、まあ、普通にライトですね。でこちら非常走行なんで、まあ、プロフィアでいう定位置に戻すやつですかね。でこちらラジオと、あと ES のスイッチがねこんなでっかいのになっております。あとこれ蛍光灯つかない、まあ蛍光灯とあとドアと連動させたりとか、であと面白いのがこれね、7速ミッションなんですけど、このサイドブレーキ、これがねこういった普通のねあのワイヤー式に見えるんですけど、これねホイールパーク式なんですよっていうのがね、またこれちょっと珍しいなっていうふうに思います。まあまあね、そういうスイッチ類がついてて、まあショートキャブっていうね、まあ、こういったレアなお車です。で最近やっぱセノプロをね自分いろいろ見させてもらったりとか、自社のトラック見させてもらうんですけれども、基本的にはまあ新しいものがメインになるんで、まあこういったね古いトラックを見るとやっぱりトラックの進化っていうのもまあ感じますし、まあこのトラックはこのトラックでね非常にしっかりした作りにはなってるかと思うんですけれども、やっぱりねこうトラックの進化っていうのはね目まぐるしいなと。今のトラックなんか本当日野なんかいいですしね、それがねどん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 今後は良くなって、自動運転機能とかねそういったのもおそらくついてきたりするっていう、だん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 と乗用車とのね差がないような感じがしました。まあね、そんなわけでちょっとねこういった変わった動画ちょっと今回撮影してみました。またね企画して撮影しますので、お時間ある際ご視聴いただければありがたいです。それでは次回までご覧いただきありがとうございました。失礼します。